はい。今日は音読のやり方をやりましょうね。これ私の似顔絵です。じゃあ行きましょうか。えー、っと、最もこあ、こっから読んでいこうかな。一緒に行きましょう。最も効果的な英語の勉強法はリラックスして音読。ただそれだけです。音読のやり方。1、同じものを繰り返し音読しない。 読めないところは読まなくてもよい。3. 発音に注意を払わない。4. 声の大きさ、速さは自由。5. 他の人の迷惑になりそうなときは声を出さず頭の中で音読する。6. 音読の内容は何でもよい。7.、えー、音読をしたい時したくないときはやらない。8. 音読の順番に決まりはない。9、緊張してはいけません。頑張らないでリラックスして音読しましょう。これだけです。えー、っと、はい、ストップ。